それでは特別企画3として NICT が目指すこれからのワイヤレス研究と題したパネルディスカッションを開始いたします。モデレーターは NICT 門脇直人理事、パネリストは豊作岩尾ワイヤレスネットワーク総合研究センター長、小島文秀ワイヤレスシステム研究室長、そして豊島森夫宇宙通信研究室長。フロアエディターはワイヤレスネットワーク総合研究センター小山康弘統括です。パネルディスカッションでは視聴者の皆様からのご質問やご意見もお伺いしながら議論を発展できればと存じますので、皆様ぜひ Q&A 機能を活用してご発言ください。それでは門脇理事、よろしくお願いいたします。はい、どうもご紹介ありがとうございました。NICT 理事の門脇でございます。それではこれからですね、特別セッションということで、始めたいと思います。将来の研究の方向性どうするかということなので、将来像を考えながらということになりますけれども、そうしますと、今コロナの感染ということで、社会が大きく変わりつつあるということなんですけれども、そういうことで非接触とかリモート、そういうことを、余儀なくされるという状況になっています。で、その影響が非常に強くて、今デジタル化が社会で急激に進展しているということで、並行してですね、ICT がもう非常に不可欠なインフラになっているということで非常に重要性を帯びてきている、そういうことであるならば、非接触あるいはリモートというところが、ある意味不便で非効率なんですけども、逆にその ICT の力を利用して、そういうものを払拭して逆によりその便利な社会を作れる可能性があるんじゃないかというふうなことを考えることができるわけです。でそこでそのワイヤレスが一体何ができるんだろうかと、ワイヤレスをどう使えばいいのかというようなことを、考えていくということが、重要かなというふうに思います。そういうようないわゆるニューノーマルという社会を支えるということになると、高度な ICT インフラというのが必要になるんですけども、その高度な ICT を作っていくためには、次世代 ICT の研究開発というのが非常に重要になってきます。でその中でおそらくビヨンド 5G というのが非常に重要な役割を果たすだろうなということを、私たちは今考えているところです。そういうそのビヨンド 5G がですね、そういう意味では日本で言えばソサイエティ 5.0、 世界的に言えば、国連の SDGs の実現というようなところにつながっていくんだろうなというふうに思うわけです。ビヨンド 5G の戦略というのを、総務省さんの方から、出していただいているというところが あります。でそこは総務省さんの、資料を見ていただければいいと思うんですけども、我が国のビヨンド 5G の取り組みという意味では、オールジャパン体制で、臨むんだということでですね、NICT はもちろん、自らの研究それから技術シーズを持っておりますので、そういうものを直結させると、いうことが必要になりますけども、国内の企業大学 との、連携というのもまた非常に大事になってきます。そういうことで今度第三次補正というのがありまして、NICT に、そのビヨンド 5G の研究開発を促進するための予算というのがつけていただいたということで、ぜひ国内の連携をやっていきたいというふうに思いますけれども、海外企業研究機関等の、連携もまた大切だろうというふうに思っているところです。それで、NICT はこの今日のテーマでありますところのワイヤレスでいうと、非常にたくさん の研究シーズ技術シーズを持っているわけです。例えば、すでにいろいろ今日、報告いただいてますけども、スマートオフィスであったりフレキシブルファクトリーであったり、テラヘルツの技術であったり CPS エミュレーターあるいは、宇宙通信、ドローンネットワーク、
海中通信ですね、それから ITS や鉄道無線、センサーネット、IoT といったような分野、それから大陸間の衛星を使った量子鍵配送だとか、まあ、非常にたくさんのアセットを持っている。まあ、こういうものをどういうふうに使って、次の、研究開発に進んでいくかというようなことを、議論していかなくちゃいけないというふうに思っています。で、まあ、それを考えるにあたってですね、これからのワイヤレス研究に関して、まあ、社会からの要請がどういうものか、それから私たち公的研究機関としての役割は一体何なのかというようなことをまず考えなくちゃいけませんし、それから私たち自身の研究開発のプロセス、あるいは研究スタイルというようなものはどういうふうに変えていくかというようなこともまた考えていかなくてはいけないという側面があります。それから、技術的な観点から見ると、ソフトウェア化、これは SDN とかですね、あのスライシングのようなもの、それから、OLANなどで、今出てきているオープン化の動き、それからあの NTN の話ありましたけども、スケーラブルにどうやっていくかというような話、それから、セキュリティ、あるいはデジタルツインといったようなものを、どういうふうに発展させるか、どういうふうに活用していくかというようなことがあるかと思います。一方で、まあ、私たちだけでは当然研究開発 できないということで、機構内外の連携というのをどういうふうに進めていくかというようなところも非常に重要なポイントかなというふうに思います。まあ、標準化などを含めてですね、まあ、そういうようなポイントいろいろ、あろうかと思いますので、まあ、この後の議論に進めればというふうに思います。私の前振りは一応ここまでということにしまして、早速ですね、パネリストの皆さんに、まあ、プレゼンテーションを、お願いしたいと思います。では最初に、大阪港ワイヤレスネットワーク研究センター長からお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。はい、加藤理事ありがとうございます。私の方からですね、今のお話を受けてですね、ちょっとあの、お話をさせていただきたいと思っております。先ほどあの門脇理事の方から話があったですね、総務省の推進戦略というのが、去年の6月の30日に、ビヨンド 5G 推進戦略 6G へのロードマップということで出ております。でこの先にですね、これを受けて、昨年の12月になってですね、ビヨンド 5G、推進戦略フォーラムというのが立ち上がりまして、オールジャパンとしてこれを進めていこうといった話になっていると思います。でその中で語られているのはですね、やはりそのサイバーフィジカルシステムというのは今後社会の要因のところに出てきていて、それが重要になってくると。でサイバーフィジカルシステム自体が、ソサイティ 5.0 の神経網のようになっていくんじゃないかということと、さらにそこにですね、時空間同期というのがさらにですね、あのサイバー空間の中での同期もそうですし、現実世界での同期もそうですし、その両側にまたがったこのサイバーフィジカルシステムの中での同期というのが重要になってくるといったことが言われているところでございます。でその目標というのが掲げられていまして、ビヨンド 5G といった中でですね、 5G の、特徴的な、ネットワークスライスの高度化といったところがこの青で書かれているところになりますし、さらに、持続可能な、価値を創造するということにおいてですね、超安全性であるとか拡張性、自立性、そして超低消費電力ということがですね、謳われているわけでございます。でこういった中でですね、 NICT が得意とする分野というのがですね、この緑で掲げられているところでございますが、こういうところをですね、総合的に強調して進めていくということ、並びにまた NICT だけではなくてですね、日本国内、さらには世界とですね、合わせてこの辺を強調してどうやっていくんだということの議論が非常に今後重要になってくるかと思います。で、6GA というわけなんですけれども、NICT の中でのですね、テクノロジービジョンとしては、先ほど来申し上げておりますように、移動体通信システムというのはですね、まあ、5G のところでも社会基盤になってきていると。で、Beyond 5G、6G といったときにどういうふうになってくるんだという、そこの、ビジョンをですね、まずちゃんと考えていかなきゃいけないんだろうなということが挙げられます。で、そのビジョンを固めた上でですね、NICT の持っている技術シーズである、ここに抱えてあるようなものとか、本日、あのいろいろと議論しているようなさまざまな技術をですね、調和してですね、使っていく、そういったことが重要になると考えています。でこの辺の、エミュレートプロジェクトにしてもですね、すでに紹介がございましたので、その辺の話は割愛させていただきますが、本日ですね、私あの、少々テラヘルツというところに、関わっているところがございますので、そこについてですね、若干、詳しくご説明させていただきたいと思います。でテラヘルツの特徴ということで、ここはですね、横軸に周波数が書いてありまして、100ギガヘルツから3テラヘルツまで、
そして縦軸は大気の吸収、標準大気の吸収というのが掲げています。でこの青のラインが標準大気の吸収になります。そこでまたこの赤のラインで書かれているのは実は電波のフリスの公式というのですね、重電波ロスというところになるわけです。これ縦軸が非常にですね大きなメモリになっていますので、この自由空間ロスというのは F のマイナス2乗で入ってくる大きな項なんですけれども、ここで見るとですねこの赤い線一直線になっています。でその大気吸収とですね自由空間ロスを足したものがこの黄色のラインになっているわけでございます。でこれをざっくり見るとですね大雑把に言って、1テラヘルツより上ぐらいのところではですね、まあ、大気吸収が卓越するんだろうなというのが領域だと思っていただければいいと思います。また、1テラヘルツより下のところではですね、まあ、自由空間電波ロスが卓越しているようなところだと思います。でテラヘルツというのはですね今後いろんなところで開発が進むというところがあるんですが、具体的にどこの周波数だ帯がという話はあんまりまだなされていません。まあ、私どもとしてはですねここの 300GHz を中心とするような周波数帯が良いのではないかなと考えているところでございます。で例えばですね 300GHz 帯の、周波数を使うといったときにですね25dBi という非常に高立力なアンテナがこんなにちっちゃくできますよとかですね、そういったところがですね、今後利点になってくるのかなと思います。また非常に広い帯域も取れそうだということが挙げられます。でこの広い帯域ということに関して申し上げるならば、先の WRC19 においてですね、テラヘルツ帯の、いくつかの帯域がですね、地上の固定無線と、移動無線に対してですね特定化されたということがあります。これは非常に大きなことだと思っています。でどのくらいの帯域が特定化されたかというとですね、全部で 137GHz もの帯域がですね特定化されたわけです。で具体的に申し上げますと、ここに書いてある4つの帯域でございますが、すでにですね、固定無線と、移動無線に割り振られているですね、この直下の帯域を合わせるとですね、ここで連続してですね 44GHz もの幅がですね使えるといったことになります。でこのような大きな幅が連続して取れるということが非常に稀だと思いますので、ここをどうやって使うのかということは非常に今後ですね研究開発としても面白いですし、これをどういうふうに使いこなせるかというところでですね大変大きな期待がかかってくるのではないかなと思います。で特にこの、低いこの 44GHz 取れるところはですね、デバイス技術としても例えば、RF CMOS とかでなんとかギリギリ届きそうな範囲ということもあってですね期待が集まっております。でさらに上の周波数帯に行くとですね 94GHz もの幅がですね一気に取れるといった帯域もございまして、ここもですねどうやって使っていくんだろうといったところが非常に、面白いなと感じるところでございます。でこの幅をですねガッと使うことによってですね、6G においてですね無線で1テラビットできるんじゃないかと各種の白書においてですねそういった話がなされているわけです。でこれがですねやはり現実のものとなるようであればですね非常に我々の生活が変わっていくんじゃないかなと思ってワクワクしているところになります。でこれまでにですねテラヘッツ帯の、デファクトスタンダードというのもですね若干ありまして、これ一つまあ、たった一つのケースなんですけれども IEEE に始まるには 15.3D というところで、定められたものがございます。で、これらのですね、ユースケース全部で5つあるんですが、上の3つはですね、まあ、基本的には屋内のユースケースでございます。そして一番下がですね、ワイヤレスバックホール、フロントホールということで屋外のものでございまして、まあ、それぞれにですね、日本の中の総務省様の電波資源拡大のための研究開発であるとか、EU のホライズ2020であるとか、ホライズ2020と NICT が、資金提供をしてやっている共同研究といったものでですね、バックアップされて、これまで進んできているところでございますが、こういったものをですね、今後、まさにその携帯電話等で使えるような 6G といったところに発展させていくには、どういったことが必要なのかといった議論がですね、今後重要になってくると考えております。私からは以上になります。はい、大里センター長、どうもありがとうございました。では次にですね、ワイヤレスシステム研究室長の小島さん、よろしくお願いします。
白いです。パネル、ディスカッションということで、ワイヤレスシステム研究室の、小島の方からですね、簡単なプレゼンを行わせていただきます。こちらのパネルにおいてですね、私どもの方で用意しましたのは、ビヨンド 5G、6G に向けた、地上系、無線通信システムの取り組みという題目で、発表させていただきます。ご存知のようにですね、ヘイセンターというのは、宇宙通信研究室とワイヤレスシステム研究室の2つを、奉しておりまして、私どもの研究室では特にですね、地上系の無線通信システムに特化した、施設でございますので、その見地からですね、話題提供、をさせていただきたいと思います。1枚目でですね、もうサマリといいますか、大体の概要をまとめさせていただいたものでございますけれども、冒頭のですね、説明にもありましたように、私ども の研究機構はですね、今年度で第4期の中長期計画5年間の一つの区切りを迎えるということでございまして、で次の始まる次期中長期においてですね、必ず出てくるのはですね、 6G に対してどのような寄与を行っていくかということでございます。でこちらの右上の図にもありますように、総務省様からもですね、このような図面がですね、もうすでに出されているというところでございまして、これも反映させながらですね、私の方のもの方で研究室の方向性として整理させていただいたのが、このスライドになります。すなわちですね、私ども NIC というのは地上系の電波利用の有効な提言を行う唯一の国立研究機関であるということができる。で、この何に役に立つかということですけども、電波産業の方向性に合致しながら、先進的な研究開発を公平性ある立場で行って、それを標準化認証等を経ながら社会転換していくということが一つの大きな理念であると考えております。でそれに対してですね、現在皆さんもご存知のように、さまざまな背景課題というのが挙げられております。最も顕著なものはですね、現在のコロナ禍というものでございますが、それだけでは課題はございません。でそれに対してですね、次期中長期、ひいてはですね、ビヨンド 5G、6G 時代において、私どもの機構ないし、研究室が、掲げるべきターゲットとして、3本柱を掲げさせていただいております。まず一つはですね、このようなニューノーマルという言葉もありますが、新たな生活用品に準ずる電波システムをもたらすための、効率的にもたらすための電波模擬技術である、いわゆるその CPS サイバーフィジカルシステムというものでございます。で2つ目はですね、まあ、5G の頃から、もう物理とサイバーとの連携というのが言われ始めて、それが IoT 等に知られる非常に多様な無線システムをもたらすことになりました。でそれも含めた上でのですね、さらなる高度な無線アクセス技術が必要であろうというのが2本目の柱で、さらにはですね、これまでの携帯電話に加えて、ドローンですとか、海中無線極限環境ワイヤレスと我々は呼んでおりますけども、そのような新たなですね、電波利用分野というのも、出てきております。それを支えるための研究開発というのが、3本柱になって、この3つの要素がですね、組み合わされて、これが我々が目指すビヨンド 5G、6G の形であろうと考えております。でそれぞれについて簡単に内容を説明させていただいておりますけれども、まず一つ目のですね、高度なアクセス方式としまして、我々はですね、この第4期中長期計画において、プライベートマイクロセルという概念を提案させていただきました。でこれは現在ですね、もういくつか の実証も行われております。ローカル 5G 等の実証にも通じるものでございますが、いわゆるですね、これまで の事業者に加えてですね、5G 時代の、あるいはビヨンド 5G、それ以降のサービスを提供する、プライベートマイクロセル事業者というものが、あるという前提で、でさらにはですね、これまでの端末というふうに書かせていただきますけれども、ユーザーをですね、そのようなプライベートマイクロセルのエリアにもですね、収容するということで、さらなる次世代の地上系サービスをもたらすというものでございます。で現在我々はですね、この次期中長期の最終年度においてですね、いくつかの実証等を行っておりまして、例えば状況に応じてですね、このようなプライベートマイクロセルエリア内のですね、周波数資源リソースを動的に割り当てて、その時々に応じた通信サービスを提供する携帯ですとか、さらにはですね、よりさらなる周波数利用効率の向上というのを考えた上で、いわゆる全20無線通信を取り入れたですね、運用ですとか、そういったものを検討してまいりました。
でさらにはですね、先ほど IoT というものも述べましたけれども、それを支えるため の、 あの無線機によるいわゆる網構造ということで、ワイヤレスグリッドというものについて、あの人にはとらわれない運用形態について検討を行っておりまして、でこちらはですね、そのこちらに書かせていただいている通り、冒頭 の、 あの発表にもありましたけれども、あの工場等のですね、スマート工場等への有意義な応用にもあの寄与するものであります。でさらにはその3本柱の3本目にも相当するものでございますけれども、いわゆるドローンを含めたですね、通信システムというのもですね、今後はもう生活から切り離せないものになってくると思っております。ただですね、ドローンというのはもうこれまでの2次元の通信システムとは全く異なった3次元のシステムでございますので、これらの間のいわゆるその多元接続技術で、軍移動等 の、 サポート技術で、さらにはですね、落下等 の、 フォールセーフ技術等も考えながら、システムを設計していく必要があると考えております。すなわちですね、このようなドローンのシステムというのは地上だけではなく、高さ空間への無線ネットワーク拡張にも相当するものでございます。でこの話をした時にですね、先ほど の、 セッションにもありましたけど、いわゆる非地上系ネットワークである NTN との連携に関しても考えなくてはいけません。で私どもはですね、やはり地上系との地上系としてどのように NTN と連携していくかというものについて、このスライドのように考えております。すなわちですね、NTN の実態というのは、すなわち連続性、偏在性、拡張性というのを実現できるというのが NTM の実態だと今考えております。で我々はですね、これをこれまでの地上系ネットワークにありました制御プレーン、すなわち C プレーンのですね、拡張版として適用できないかと考えている。ですなわち拡張 C プレーンをですね、この NTN の中に実装するということは考えて、で NTN にもですね、宇宙系のもの、地上系のものとさまざまな種別がありますが、これを適宜切り替えてですね、使っていく。でこのようなコード化の C プレーンによってですね、こちらに書いてありますようなハンドオーバーモビリティ対応、もしくは地上系のシステム、サブネット間のですね、協調等のですね、さらなる高度な地上系サービスが展開できるというのが我々の現在の研究開発の点でございます。であとですね、一つ目の柱として紹介させていただきました高度電波模擬技術、電波エミュレーターの研究開発もですね、今年度からスタートしたところでございまして、このようにですね、電波伝播モデルと、でいわゆるその大規模仮想検証基盤と、でさらには外部につながる疑似無線機あるいは実無線機の3部構成でつながるものでございますが、電波システムをですね、導入するにあたって、さまざまなですね、パラメーターが大規模仮想環境検証基盤内の無線リンクエミュレーター内で参照されて、であたかもですね、電波を出しているのと同じような電波減衰あるいはその接続等が仮想的にですね、検証基盤の中で行われて、それを視覚化されて電波システムを検証できるというものでございます。でこちらのですね、疑似無線機実無線機というのはいわゆるその物理的なものでございますけれども、さらには仮想環境検証基盤の中には仮想無線機といわれる、いわゆる完全にですね、OS やソフトウェアで実装された無線機というものもございまして、いわゆるその物理的製造の制約に縛られず、台数を増やしてさらなる大規模なシステムまで検証できる。でそうしたシステムはですね、いわゆるそのシミュレーターとは違いまして、エミュレーションということで上位層まで含めて、いわゆるその実時間、すなわちリアルタイム性を反映しながら運営されるということで、より電波システムの事前検証に必要、もしくは電波システムを運用しながらの検証に必要な基盤となると考えております。で結局ですね、このようなゴール、研究開発のゴールですけれども、 6G 時代の電波利用リテラシーを向上させるということで、それと合わせて電波資源の有効利用を実現するというのが最もハイレベルなゴールになると考えております。でそれにはですね、先ほどの CPS 技術を使いながら、こちらに書かせていただいてますような段階的な電波利用の利用というの、多様性かつ透明性を確立しながら進めていくというふうに考えています。で一つはまず電波が見える社会ということで、いわゆる誰もがですね、そうした電波強度ですとか干渉電力等の情報を享受することができる。
で次に電波が分かると言いますが、例えばですね、いわゆるその電波システムのリテラシー向上と書いてますが、このようにですね、どのように電波を使えばどのように効果があるかということをより広い人が分かるようになる。これによってそのカスタマイズ化という言葉で書かせていただいております。で最終的にはですね、そのような個々のカスタマイズ化がですね、それぞれ連携して全体社会全体でのですね、電波の有効利用というのが確立する、これが最適化であるというのをCPS エミュレーターの基盤の上でですね、実現していこうと考えております。で、NICT のあり方でございますけれども、やはり今後ですね、国内企業との研究開発の連携というのが不可欠であると考えております。でこちらに書かせていただいたのがその、イメージでございますけれども、いわゆる企業や大学や法人や企業、さまざまな、主体とですね、研究開発の連携をさせていただく。でさらにこのようなですね、1対 N の連携によってやがてはですね、こういった連携間によるシナジーというのもありまして、 NICT を通じて結局はその複数の研究機関間でのですね、連携というのも実現していくというふうな形を考えています。でなおかつですね、国際的な競争力の高めるという目的もありますので、その段階ではですね、先ほどの話にもありますけど、オープンソース化というのも考えながら、なおかつ必要に応じて知財化も適切に考慮した上で、より望ましい研究開発の方向性を探っていきたいと思っております。で最後のスライドになりますけれども、 6G について我々がちょっと考えている内容でございますが、 4G から 5G にかけては単体のサービスの向上がですね、 5G になって、より多様なサービスが使い分けられるようになった。例えば時には低遅延、時には大容量。じゃあ 6G はこのような要件が複数さらに増えるんでしょうかという話もありますが、さらにですね、先ほどの CPS の電波調律基盤と書かせていただきましたけれども、これを通じてそのような複数の要件がですね、さらに連携して、より複雑でかつ多様なサービス要件を満たせる、提供することができるというふうな流れを目指すのはいいのではないかと現在考えておりまして、これに対して環境と要件を強調させる統合型の通信システムを目指すというふうに現在考えております。以上でございます。はい、小島さんどうもありがとうございました。それでは次に、宇宙通信研究室の豊島室長からよろしくお願いします。はい、豊島でございます。と私の方からはこれからの宇宙通信の研究についてと題しまして、宇宙通信研究室豊島より説明させていただきます。で最初のスライドはですね、NICT の、これまでの衛星通信技術の研究開発を1枚にまとめてあります。東京オリンピックの中継から始まってですね、衛星の中継機の研究開発、非常に進めてまいりました。で世界初の 3.2 ギガの経営バンドの伝送ですとか、で今日これまでのセッションでありましたように、ETS9 という衛星を使って世界最高レベル のチャネライザーですとかデジタルビームフォーマーの実証を行っていくということです。で光通信の方も衛星でかなり1998年頃から世界初めての静止軌道との実証、それから低軌道衛星との実証、それから小型衛星との実証等を行ってまいりまして、で今はですね同じように ETS9 という衛星を使いまして、世界初のですね 10GBps 級 の研究開発をしております。細かい説明はこれまでありましたので、これからどういうところを目指すかということを中心にご説明させていただきます。これがですね、1枚で方向性と役割を示させていただきました。やはりですね、今までの議論ありますように、非地上系ネットワーク NTN に対しまして、海洋からですね、宇宙まで、3次元にシームレスな通信ネットワークを実現するというのが目標だと考えております。で2つの方向性あると思ってまして、1つはフレキシブルなネットワークをどう築いていくかという技術、それからもう1つは、光通信でしたりフレキシブルなペイロード、それから、量子暗号に始まります高秘匿な通信、こういったペイロードの技術2つを柱で進めていきたいと思っておりまして、フレキシブルなネットワークの方はですね、ビヨンド 5G、6G でですね、衛星通信を使って、非常に有益な
いろんなユースケースあると思うんですけれども、まあ、こういった多様なアプリケーションに向けましてですね、3次元統合ネットワークの制御で、まあ、シームレスに最適につながっていくようなあの環境を実現するのが一つ。それからこのペイロードの方の技術ですけれども、もうこちらはですね、ハップスとかですね、あの小型衛星、それもまあキューブサットとか、まあ、超小型の衛星を使いまして、まあ、タイムリーに実際にあの打ち上げていてですね、実証しながらあの検証していくと。で、できればですね、そういったところをユーザーさんと結びつけてですね、あの実用化にあの持っていきたいと。で、その時にですね、あの昨年ですね、あの民間フォーラム、あのスペース ICT 推進フォーラムがあの立ち上げられまして、まあ、そこで、まあ、多種多様な民間さんとあの連携できる場ができましたので、まあ、こういったところを活用してですね、あのこういった技術をあの実用化にいち早く持っていきたいと。まあ、今まで研究開発の流れでシーズベースだったのをですね、あのアプリケーション、まあ、ユーザーさんから の, あの希望ベースでどうやっていくかというようなあの形に研究開発の方向性を、まあ、変えていってですね、新しいアプリケーションを創出していきたいと考えております。で、これから果たしてコロナがあってどうするかということで、あの研究者、 NICT の研究者で少しブレインストーミングしてキーワードをいろいろ語り合ったんですけれども、あの、まあ、宇宙通信だけじゃないんですが、そのビヨンド 5G 技術、まあ、将来の技術で、まあ、何があの必要かというのを出し合って、ちょっと一枚にまとめたのがこれになります。あの細かくは説明しませんが、あの移動体で高速に通信したい、でつながりたい、それから VR 臨場感当然いりますよね、それは大容量いりますよね、それからあのいろんなあの、まあ、ご情報ありましたけれども、あの、まあ、トイレットペーパーがなくなる、あのかつての状況と同じようにマスクがなくなるとか、まあ、そういったあの情報 の, あの、まあ、ビッグデータの処理といいますか、そういう情報の研究開発、それからあのユーザーがどう使いやすいかっていうことで、まあ、Beyond 5G に向けてあの、まあ、ユーザーインターフェースが非常にいい、使いやすいものをどうするか、まあ、こういった形で見ますと、あの移動体モビリティの性格、それからあの技術を高めていく、それからあの情報をどうするか、でアプリケーションどうするか、こういったことがあのかなりあの込み入って関係し合っているのが分かります。で当然あの中心には医療関係にあの貢献していくっていうようなことも あると思いますが、まあ、こういったあの通信どうしたらいいかっていうことで、あのもう一段ですね、あの研究者間でブレインストーミングしまして、例えば役立つシステムどんなことがあるかっていうことでちょっと出し合っています。あのタイトルだけあのお話しますけども、あのシームレスな3次元のネットワークを組むときに、あのしっかりしたあの大容量の光通信技術が必要ですとか、あと誰でも一人で、まあ、運んでポンと置けばあの衛星通信がブロードバンドでできるシステムですとか、あとリモートワーク、まあ、こういったところで遠隔システムを構築がまあ簡単にできるとか、あとあのウェブ会議ですね、そういったものが、まあ、アバターみたいなものを使ってですね、あの自分がいなくてもあの会議に参加して質疑ができていくとか、それからの今地方かなり困ってますけれども、あの観光業をどうやって VR でまあ支援できるかですとか、まあ、地域格差をどうなくしていくか、それからあの当然セキュリティ必要ですよねということで、まあ、そういった環境をどう提案するか、それからの過疎地域ではですね、あのいろんなことがあの今難しい状況になってますが、あのイベントとかですね、いろんなリアルタイムな、まあ、SNS の活動とかですね、そういったものも支えるような NTN のシステムはないかですとか、あと無人化であの自動化を実現する、まあ、適用なあのシステムないかとかですね、で医療崩壊を緩和するあのシステムがないかどうか、それから AI ビッグデータを活用する、まあ、大事なんですけども、まあ、社会を監視するようなシステムもいるんじゃないかとか、あとパンデミックの下で、あの、まあ、人がなかなかあの行き来できないので、あの物流もですね、あの自動であの行っていくようなグローバル物流の IoT のシステムができないかとかですね、ちょっといろんな案があの出ました。で、あの我々だけではこういうあのアイデア出てもあの実際つなげていけませんので、あこういうこともあったらいいなっていうのは、今日もしご参加していただいている方で、あのあこういうことだったら連携できないかみたいな話があれば、ぜひあのご相談いただきたいなと思ってます。で、
これ絡み合ってるんですけれども、少し見ますと、国がまあインフラ、コアなインフラを施設していく場合にですね、進めるべき内容と、それからこれはですね、コロナでまあ出てきたところかもしれませんけど、地域とか自治体とか、まあ、そういったところと連携して推進するべきような内容、それから当然そういう新しいサービスなんで、民間ベンチャーと連携して新たに立てていくような内容ですとか、あと、まあ、医療関係者とちゃんと連携して進めていかないと進められないような、そういったことが見えてきます。で、ちょっとこれは一般的なところもありますが、まとめますと、まあ、コロナで文化習慣食生活の在り方変わってます。で、医療都市機能教育在り方変わってます。で、有人無人の在り方も変わってきてます。で、やはり今一番重要なのはワクチン の開発もありますけど、科学技術でどうやって乗り越えるかということが非常に重要視されて、まあ、重大になってきていると考えています。で、フィジカルと、まあ、サイバー、実際とですね、まあ、サイバーの空間が本当に融合する非常に大事な過渡期が来ていると。で、 ICT でこういった研究開発を行っていくのは非常に重要になってきていると認識しています。で、よりコロナで一人一人お家にこもることが多いですけれども、人と人とのケアがより大事になってますので、なぜどうにかしてですね、通信を使って、まあ、人と人を重視したですね、コミュニケーションを実現するのと、あとやはりこういった状況で SDGs でどう貢献するかということが大事だなということを再確認しています。で、研究室としては新しい進め方やっぱりいるなと思ってまして、これまでシーズベースよりはもっとオープンイノベーション的な進め方が必要かなと思ってます。うちは国の機関ですので、公平な立場で技術を先導主導プロモートしていくのはあるんですけれども、やはり実際に必要としている地域とか自治体、そういったところと連携して、何かアプリケーションサイドでできることを見定めてですね、技術開発ができないかとか、それからもちろん民間ベンチャーと連携して推進しないと我々できませんので、ですけど、新しいことを立ち上げるのに、ベンチャーさんの、やる気のある企業家さんと一緒に連携させてもらって、新たなサービスを立ち上げるとかですね、そういったことがどんどん必要になってくるかなと考えています。で、我々一部は関係あるんですけど、本当に必要とされる、医療分野の方々とも付き合いがあるわけではないですので、そういった方々とも今後連携して医療崩壊の緩和とか、中立向上するような、そういうシステムを考えていかないと通信技術でいけないかなと思います。で、今まで連携させていただけなかった、もし企業さんと競争できることで、新たなサービスが立ち上げられるような、で、宇宙通信だったりワイヤレスだったり、そういったものが本当に必要だというような方向に持っていければいいなと考えています。で、一つ民間との連携ということで、スペース ICT 推進フォーラムっていうのが昨年7月に立ち上げられまして、それでですね、これ国の流れで宇宙基本計画の改定もあったところもあるんですけれども、やはりですね、宇宙だけで議論しててはダメで、異業種の皆さんとかですね、いろんなベンチャーの方がいろいろこう議論して連携することで、新しい利用ができ作られていくんじゃないかということで設立されております。で、現在ですね、会員の方は101社ということで100を超えておりまして、どんどんもっと参加いただいて、議論の場が広がればなと思っています。で、2つ重要な技術をちょっと同定してまして、当然 5G、ビヨンド 5G の技術、それから光通信の技術が重要ですので、そこを2つですね、最初に分科会を立ち上げまして、今推進しているところでございます。で、入会はですね、ググっていただければいいですけど、この、ホームページからできますので、いつでも受けさせていただきます。で、分科会 のイメージですけれども、ビヨンド 5G 連携技術分科会といいますのは、こういった多層のネットワークをどうやって結んでいくかと、そういうような課題に対して分科会を活動を行っております。それから
衛星を使った光衛星通信技術でございますけれども、こちらはですね、この技術もどんどんですね実証が進んで、今はですね実用段階に入りつつあります。ですから新しいそのアプリケーションに向けてどうやって、実証から実用に持っていくかっていうのを、光データ中継衛星は JAXA でサービス始まりますけれども、そういった動きと民間の動きと合わせて広げていくというようなことを考えています。でコロナで、宇宙通信のあり方ということで、ちょっとオーバーラップもあるんですけれども、3つにまとめてございます。で1つはですね、しっかりしたインフラを作っていくと、この NTN 移動体をつなぐですね3次元のネットワークをどうやって、築いて、どうやって最適に統合制御していくか、こういったところは国とかですね NICT が先導して検討していきたいと思ってます。それからセキュリティ持つの必要ですので、量子暗号とかですねそういったことも活用して進めていきたいと考えてます。であと無人化とか自動化が顕著になってきておりますので、遠隔制御技術が重要だと考えています。で当然自動運転、それからドローン、船舶、こういったものを無人化されていくところで、グローバルカバレッジができる衛星とかですね、ドローン、航空機を使ってどうやってネットワークを組んでいくか、そういったことが重要になってくると考えています。当然遠隔ロボット操作監視、こういったことも必要になってくると思います。であとリモート技術ということで、リモートで、地方を活性化するっていうのが結構重要だなっていうことで認識始めてるんですけれども、当然災害時 の, 通信確保もそうですし、衛星デスト観測データ の, リモートセンシングでのビッグデータ処理というのは当然災害にも行きますし、そういったことがですね衛星を使って有効にできていく技術ですので、アプリケーション の, 利用のされ方を見ながら進めていきたいと考えています。で最後にですね 6G 時代に月面までつながる通信というのを少し考えていまして、これ NICT の, ホワイトペーパーをこの後パブリッシュする予定でおりますけれども、ちょっと一部情報を出させていただいております。 6G でですね、これ10年15年後の話ぐらいになってしまうと思うんですが、月面で 6G でつながる基地局があったらですね、おそらく空気がないので光とテラヘルツも使ってですね、このワイヤレスのネットワークが組めると思いますし、それから月とですね地球の間、超高速の光通信技術を用いればですね、有人活動を、非常に支える根幹 の, トランクラインができると考えていますし、こういった技術が、月旅行ですとか、その前にですね地上で3次元アバターを、月面のアバターをですね利用したり、ローバーを利用して、Google の, 宇宙版のストリートビューが見えるとかですね、そういったこともどんどん具現化されていくんじゃないかなと考えています。以上で私から の, 説明を終わります。ありがとうございました。はい、豊島さんどうもありがとうございました。それではですね、ちょっと想定よりも時間がだいぶ押してしまったので、ちょっと、質問がありますかね。小山さん、お願いできますか。質問が来ていれば。小山の方から皆さんからいただいている質問、ご意見、ご紹介したいと思います。今3つ来てるんですけども、まず1つですが、ビヨンド 5G ですが、オールジャパンでということですけれども、すでに、フィンランドや韓国に遅れを取っています。本当にオールジャパンで良いのでしょうか。2025年関西大阪万博へのお披露目も含めてですね、諸外国との連携は本当にないのでしょうか。お考えをお聞かせくださいというコメントをいただいております。はい、ではまず最初、これは どうしましょうかね。豊迫センター長、何かお考えありますか。はい、豊迫でございますけれども、まずですね、フィンランドが、一番先に、ホワイトペーパーも書いて出してきていますし、またその人をたくさん集めて会議ともやっているのは確かにその通りだと思います。で、その後にですね、各国のですね、いろんなところ、日本も含めてなんですけれども、
オペレーターさんも含めてですね、白書というのを出しておりますし、先ほど豊島さんからもありましたよね、NRCT においてもですね、議論を進めてですね、白書というのを検討しているといったところになります。で、現在ですね、またアメリカの動向ではですね、NEXT G アライアンスというのが昨年11月に立ち上がって、その 6G の議論を始めたというところで、こちらもですね、今年中ぐらいになんか白書を出すんだみたいなことを聞いているわけです。で、先ほど日本のですね、ビジョン 5G 推進フォーラムの方もですね、白書を出しますといったようなことを活動としてまず挙げているといったことになります。で、ヨーロッパのですね、方ですね、フィンランドの活動の結果ですね、ヘクサ X、ヘクサ6って意味だったと思うんですけど、ヘクサ X というプロジェクトがホライズン2020の中で立ち上がってきてですね、それで実際にプロジェクトを進行させましょうということになっているところです。で、日本においては先ほど理事の方からもありましたようにですね、ビヨンド 5G 絡みの研究開発のお金をつけてということもありますし、NICT、総務省だけではなくてですね、経産省さんもですね、ポスト 5G ということで進まっているということで、そんなに遅れてる感じはないですし、また、共通の議論の場としてはですね、ITUR の、ワーキングパーティー 5D というところへの議論がですね、ちょうど皆さんで議論するような場になってますので、そこに今後入力していくということになっていると思います。で、日本もですね、そこに入力していくんだということになると思いますので、まだ、スタート時点だと思っております。で、そういった中でですね、お互いのそういったプロジェクト間の連携とかはですね、それぞれお互い何やってるのか分かったところで声を掛け合ってるっていうのが、現状だと思いますので、ちょっと回答になっているかどうか分かりません。現状の認識としてはそんな感じだと思っています。はい、ありがとうございます。小島さん、豊島さんの方から何か、付け足したいこと、何かありますか？特に国際戦略みたいなもの、難しいところがあるとは思うんですけども、お考えあれば。はい、小島です。これはご質問いただいたのはオールジャパンって書いてますけど、これ真意はオンリージャパンでいいのでしょうかというご質問だと思うんですけれども、おっしゃる通りでですね、方策も申し上げた通り、基本的にその日本だけでやっていいわけではなくて、諸外国との連携というのは不可欠だと考えております。で、私の方でちょっとだけ付け加えたいのは、ただ連携というのは割と複雑で、日本がですね、相手にとってメリットじゃないと連携ができないと思っておりまして、でそのために必要なのがやっぱりオールジャパンであって、あくまでその連携先の国あるいは国々から、日本に対して何らかのうまみを、見出してもらうために、オールジャパンとしては私の方で申し上げたのはその研究開発志向というのがありましたけれども、そういったその日本の持ち味を出してなんとか出せるように、NICT としてはそのオールジャパンに、頑張っていきたいと思っているというところでございます。じゃあ豊島さん、いかがですか？はい、宇宙通信の分野、衛星の分野ですと、やはり遅れてたのが衛星 5G というワーディングではですね、日本では全く語られてなくて、やはりヨーロッパの ESA、ヨーロピアンスペースエージェンシーの方が先行してて、この前のセッションでもあったと思うんですけれど、やはりヨーロッパに負けてるわけです。で、ただそれだけではダメということで、衛星 5G の技術、研究開発の方向性、ディレクションを立ち上げまして、最初はですね、ヨーロッパのことを学びながら、で、きちんとヨーロッパ、ESA とかですね、他の、そのフランフォーファーとか、その、メンバーと有効な関係を築きまして、まずは最初のフェーズは少し勉強させてもらうと、ちょっと申し訳ないけど勉強ですと。ただ、その先、出てくるのが日本の中で、ヨーロッパでは違うかもしれませんけど、日本の中で役立つユースケースとかですね、そういったことが絶対出てくるはずなので、そういったところを日本の強みとして持って進めていくと、今そういう戦略で進めてますので、実態は諸外国よりは遅れてるんですけど、どうやって日本の色で、先に進んでいくか、そういったところを考えつつ進めているというのが今の現状であると思います。はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、皆さんおっしゃる通りなんですけども、オールジャパンでとにかくやろうということはもう総務省筆頭にですね、みんな思っていると。で、なおかつそれをベースに、
国際戦略として組めるところとうまく組んで、まあ、お互いにメリットが出てくるようにというようなところを考えてやっていかなきゃいけないということは、まあ、皆さん意識はしているというふうに思います。あまり時間もないので、小山さんもう一つ何かありますね。あと2つこれ多分同じ方から続けて、いただいていると思うので連結していると思うんですけども、まずですね、6G、1TB 転送を実現するというふうに言っているということですけども、掲げられたユースケースが抽象的だというご指摘です。で、5G の時でもキラーコンテンツサービスが出ていなくて、まあ、技術だけではなくてサービスやユースケース作りを考える必要がありますと。で、Beyond 5G、6G のサービスもない、まあ、5G への移行が進まないと、Beyond 5G、6G のサービスもないと。思うけども、サービスやビジネス面での検討はいかがでしょうかと。で、その後3つ目としてですね、まあ、多分小島さん、豊島さんからの話も聞いた上でと思いますが、まあ、アプリケーションユースケースを考えているのはまず分かりましたと。ただやはり今だまだ流行っていない 5G の振り返りっていうのが必要ではないかと。アプリケーション面での 5G の振り返りを伺いたいと思いますというようなご意見です。はい、これはなかなか難しい質問ですね。まだご質問の中にもありましたが、まだ流行っていない 5G をどう振り返るかというところがあるんですが、まあ、少なくとも 5G を、これから技術開発して、実用化にしていこうと頑張っていた数年前に、私たちは、このアプリケーションとかユースケースとかっていうふうなものをどういうふうに考えていたのかです。それが現状、どういうふうに影響しているのかというようなところは多分私たち自身も考えなくちゃいけないと思いますけども、小島さんの研究室では、ローカル 5G に絡んでは、まあ、ユースケースを設定した上で、取り組んでおられる、まあ、ローカル 5G の場合は割とその目的がはっきりしているという感じもありますので、そういうアプローチがしやすいのかなという気もするんですが、そのあたり今、ローカル 5G の研究開発プロジェクトをやって まだ現在進行形だと思いますけど、まあ、そういう中でここまでのところでの、ここは良かった、あるいはここはちょっと改善した方が良かったかなっていうのはもしあれば教えていただけますか。はい、小島でございます。皆さんご存知の通りですね、 5G というのが、まあ、4G から比べてもあまりに違ったシステムであるということは皆さんもご認識の通りだと思います。例えばサービスエリアも非常に小さいと。でそれに対して私どもがですね、最初目につけたのはいわゆるその可用性と接続性という言葉でございまして、すなわちそのような変な変わったサービスである 5G をどこで使えるのかと、あとさらにどのように使えるのかということでございます。前者にとってはですね、まさに門脇理事のおっしゃったその、ローカル 5G という構造が合致すると考えておりまして、で特にですね、現在はそのいわゆるその地域課題、解決型のいくつかのその総務省様のプロジェクトというのも自宅しておりまして、いわゆるその防災用途でですね、平時は普通の動画像を伝送するんだけれども、災害時においてはですね、高精細な例えば 4K 等のですね、画像をですね、リソースを動的に割り当てて適宜送れるようにするようなローカル 5G を使ったアプリケーション等もですね、提案させていただいております。でさらにはそのような小さなサービスに対して移動帯での利用というのを考えた場合ですね、やはりそのローカル 5G のエリアの中ですぐにサービスを開始するというのが難しかったりするので、到着前にですね、事前にセル選択等の手続きを済ますという技術についても提案させていただいております。で後者のですね、接続性についてはいわゆるその多数のデバイスでもさばけるような午前にご紹介いたしましたステーブル等の技術を提案しまして、でさらにステーブル技術とエッジコンピューティング技術を使ってより交差点ですとか限られたところで低遅延かつ多数接続のサービスを実現できるようなソリューションというのも提案しつつ標準化にも反映させていただいているというところでございます。はい、で今のところそういう活動は、当初の想定通り順調に進んでいるという
認識でよろしいですか。何か暮らし失敗したかなんていうのはないですか。はい、いくつかその標準化の、反映等もありましたけども、さらにこれを使ってですね、より幅広いビジネス等を展開してくれるような形というのがやはり望ましいと思ってまして、そこについてはまだこれから我々は努力する必要があると思っております。我々が直接ビジネスというわけではありませんけれども、例えば技術移転ですとか、そういった形を使って社会展開していかないといけないと今考えております。はい、ありがとうございます。豊作センター長はテラヘルツの、専門家でもいらっしゃるんですけども、これはこれからまさしく出てくる新しい技術だと思いますけども、そのあたりのそのユースケースだとかアプリケーションの展開というのはどういうふうな考えお持ちでしょうか。はい、ちょっとテラヘルツに限らず先ほどの 5G の話なんですけれども、その総務省さんでやってビヨンド 5G 推進フォーラム、推進戦略懇談会の中でのディスカッションでは、まず 5G を使い倒しましょうと。で、使い倒した上でやはり 6G っていうのに移行していくんだよねっていうことが、何もこう 5G がどうの、まだあれではないですけども、 5G を無視しているわけでは全くないというところだと思いますので、ちょっとあまりちょっと未来のことを見ると 6G というワードが出てくると、そういっただけだと思います。で、テラヘルツのところはですね、まさにそのユースケースをまず議論しましょうということで、実は2月1日にですね、テラヘルツシステム応用推進協議会の中にワーキンググループをスタートさせてもらいまして、そちらでですね、徹底的にまずユースケースの議論をしましょうといったことになっているといったことになっておりますので、これからの議論を私もですね、楽しみにしたいと思っているところでございます。はい、ありがとうございます。豊島さんはさっきのプレゼンの中で結構ユースケースについては紹介されたと思いますが、何か付け足すことがあれば。そうですね、やはり 5G の方の地上の話と、あと衛星を使った 5G の話って、先ほど話したように、遅れを取っているのが今の現状なんであれなんですけれど、やはり今例えば 4K とか 8K の伝送がユースケースで本当に使えるかとか、そういうところもわからない状況で、今例えばさっきのイサとの連携では 4K の伝送、やってみようかとか、ナローバンドの IoT やってみようかとか、そういうユースケースを実証していって、それで次課題が見えて次につながると思うんですけど、状況はそのかつて振り返る 5G とちょっと変わってるなと思うのは、宇宙でいうと今スペース X がもう1000機に近いコンステレーションを打ち上げてたり、状況そんなの5年10年前なかったので、新しいその使い方っていうのは本当の意味で出てくるんだろうなとは思ってるんですけど、そういったところをちょっと想像しながら、ユースケース本当にどうなのかっていうのを検討していく必要があるなと思ってます。はい、ありがとうございます。終わりの時間がもうやってきてしまったので、まだまだいろいろ聞きたいこと、議論したいことあるんですけども、そろそろ締めなくちゃいけないんですが、最後にですね、やはり、私たち NICT っていうのは公的な研究機関というところで、そういう役割、ある意味責任がある立場だと思います。そういうものを踏まえて、これから先の私たちのウェアレス分野の研究、どういうふうに進めていくのか、もうすでにプレゼンの中でいろいろ語っていただいた部分もあろうかと思いますが、一言ずつ何か、示していただければありがたいなと思います。まず豊作センター長、いかがでしょうか。そうですね、何も最先端の技術をやるばかりではなくですね、社会にデプロイするところをかなり力を入れてやるべきだなというところは当然あります。で、そういったところの中でやはり私たちのところの研究開発の出口としてはですね、もう一つ標準化というのがあるかなと思っています。 ITU しかりですし、 IEEE もあると思っています。で、特に ITU の方はですね、かなりしっかり対応していくべきかなと、そこがやはり日本として対応すべきところだということで、 NICT のアクティビティにもですね、直結するのではないかなと思っております。以上です。はい、じゃあ小島さんお願いします。はい、私の方で思っているのはですね、よく言われてるんですけど、結局 6G 時代になって、結局人のため のシステム、無線というものが人に返ってくると、そういった考えでですね、研究開発を進めたいと思ってますので、ご質問の方にもいくつかありましたけども、おっしゃる通りで、もうビジネスあるいはそのマーケットを重視した研究開発というのが非常に重要である。で、それとですね、
我々がよく言ってるのは今のイシューを考えることですね。ですのでビジネスマーケットという観点と、あと今何が問題かというところのバランスをうまく取って研究開発を進めたいと。でさらに最後ご質問にもいただいてますけども、その際にはですね、もう実は国内産業ですとか、あるいはもうその国内の皆様の生活、そういったものにですね、もちろん危害が及ぶようなものではあってはならない。それは NICT 内部の組織、あるいは連携している総務省様とのやり取りでですね、必ず解決していかねばならないと思っております。以上です。はい、じゃあ豊島さんお願いします。はい、私のプレゼンの中でいくつか述べさせてはいただいたんですけれど、研究機関としてはやはり世界最高レベルとかですね、世界初を目指して当然やるべきだっていう使命があると思っているんですけれど、ただそれだけやっていきますと、実際その使いたい方に聞いてみますと、そこまでの世界最高速はいらないと。ですけど、これぐらいのを使わせてほしいと言われたときに、研究者、研究機関として開発課題ってそういうところにないんで論文書けないんですよね。ですから今までそういうシーズというか技術オリエンティッドでそこを目指すって、もちろんそれも研究機関の一つの大きな柱で良かったんですけれども、少し先ほど豊作センター長からもあったように、使われる技術少し最先端じゃなくて少しスペックを落とすんだけども、どうやって使われるかということを考えるような、それも研究者としてやっていかないといけないっていうので、コロナもあっていろんなこともあって認識し始めてまして、ですから世界最高速を目指す研究っていうのもあるんですけど、今日、私だけたちだけではなくて、聴講いただいてご参加いただいている民間企業の方々、そういった方々がやりたいことが何かと、でじゃあ通信使ってこういうことができないかっていうようなことを、じゃあこれをプロジェクトにして実際最初に実用化の前にこういうプロトタイプですとか、試験運用できるようなものを目指そうかとか、なんかそういう動きをこれまであまりシーズベースでアプリケーションサイドできなかったのを、そういうふうなスタイルに変えていって、より使われるものを目指していく必要があるなと思ってます。ですからその方向で今日ご参加いただいている方、もし連携できる場合はですね、一緒にさせていただければなと思っている次第です。以上です。はい、どうもありがとうございました。またご質問もいただいているようなんですけども、ちょっと時間が来てしまいましたので、今日はこの辺で、このセッション終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。